中心に九州の魅力を発信するナッセチャンネル。日常を豊かにをテーマに、話題のお店や気になるスポットへ潜入し、その魅力を動画でお伝えしていきます。熊本が誇る全国屈指の温泉郷、黒川温泉。今回バリエーション豊富な天然温泉と豪華なディナーバイキングが大人気ということで、湯郷の響き雄斎さんを取材しました。ということで、ナッセ特派員としてタレント柏山由依がやってまいりました。私実は温泉ソムリエの資格も持っておりまして、サウナアンバサダーもやらせてもらっております。なので特に温泉気になりますね。まあ立派立派な外観、客室は55室あるらしいですよ。黒川温泉ではかなり大きなお宿になるんではないでしょうか。後で聞いたんですけど、客室だけではなくて温泉の広さも黒川温泉の中でトップクラスの大きさらしいです。館内はいい意味で年季の入った温泉宿らしい作り、それがなんだかすんごく落ち着きましたね。ではでは早速噂の温泉に。温泉はすべて源泉かけ流しの天然温泉です。最初に入ったのは大浴場の総比の湯。総比の名前の通り、左右対称に2つのヒノキ風呂が並んでおります。石畳の床にちょっと低い天井、外光が控えめで隙間からちょっと漏れ出す感じが、なんとも重厚感のある空間になっています。湯口の音だけが静かに響く雰囲気は、別名瞑想の湯とも呼ばれるらしいですよ。確かにここは目を閉じてゆっくり浸かってしまいますね。そしてこの2つの内湯の間にあるのが露天風呂、渓流の湯。目の前には黒川の自然が広がっていて、隠し戸からは滝も見えました。滝の音を聞きながらゆっくり温泉に浸かって過ごす時間は本当に最高です。温度はちょっと高めで、南小国の冷たい風とのバランスも気持ちよかった。屋根付きなので雨の日でも大丈夫そうでしたよ。次に入ったのが今回一番注目していた竹林の湯。この幻想的な空間、湯船を囲む竹林がライトアップされていて、なんだか神秘的な雰囲気ですよね。ちょっとここで温泉ソムリエっぽいことを言わせていただきます。雄斎の温泉には塩化物泉という成分が含まれていまして、この成分は保温や保湿効果が高く湯冷めしにくいと言われています。その他にもナトリウムや硫酸塩泉の成分も含まれていて、お肌もふっくらすべすべになってくれますよ。効能豊かな天然温泉とこんな素敵な空間で、本当に心も体も癒されました。めっちゃ落ち着く。温泉を大満喫した後、一度お部屋に行ったんですけど、お部屋も素敵でしたよ。ここは明かり工事和洋室というお部屋でした。最高です。
目の前には筑後川の源流が流れていて、もう景色も最高。ということで次はお待ちかねのディナーバイキング。すごい、めっちゃ広いですね。以上になります。どうですかこの圧巻の大広間、そしてバイキングの種類の多いこと、和食に中華にイタリアンにスイーツまで、これはね皆さん絶対にテンション上がると思いますよ。こちらのライブキッチンでは職人さんがお寿司を握ってくれていました。そうお寿司も食べ放題なのです。これは何ですか。こちらは地元食材にこだわっているそうで、季節によっていろいろメニューも変わるそうですよ。あれよあれよと盛りまくってボリューム満点のワンプレートが完成。カレーにお寿司、米と米、取りすぎですよね。あと驚いたのがディナーバイキングとセットになっているフリードリンク、生ビールにワインに日本酒に焼酎に、これ全部飲み放題です。温泉宿でここまで充実したバイキングってあんまりないんじゃないかな。いただきます。まずは一口いかせていただきます。そしてもちろんビールいただいちゃいます。温泉でゆっくり癒された後の最高の瞬間。料理も本当にどれも美味しかったですね。ライブキッチンで調理してもらった赤牛のすき焼き、美味しかったな。お肉が柔らかくてもうとろけました。このディナーバイキング、大人はもちろんお子さんが喜びそうなメニューもたくさんあって、家族連れにも良さそうでしたよ。食事の後は天体望遠鏡天文台も案内してもらいました。いや開いてますね。こちらは星空案内人の森さん。黒川温泉の美しい夜空を間近で楽しめるそうです。この日も満天の星空がと言いたかったんですが、何も見えません。あいにくの曇り空。4階が夜になるからですね、どうしても雲がかかりやすいという形になってますので。でも森さんの熱量が半端なくて、いろんなお話を聞けてすごく楽しかったです。こんなに贅沢でいいのかなと思うぐらい、もう心身ともにほぐされましたね。いや温泉は、まあ、黒川温泉街なんでもちろん良かったです。泉質もね、隠れ泉質っていうのもいっぱいあったんで、かなり肌もすべすべ、なんか心もすっきりしましたしね。ロケーションも良かったし、でバイキングですよ。あんなに上品な感じなのに食べ放題なんですよ。こんなにわがままなこと世の中にあるんだなと思ってしまいましたね。まあこの環境はもちろんですけど、館内にいても自然の音とこの香りを感じられる、本当にいろんな感性を優しく彩ってくれた贅沢な時間でした。感謝御礼です。また来ます。はい、ということで以上柏山結衣の潜入レポートでした。皆さんも悠哉でのんびり温泉に浸かって、超豪華なバイキングぜひ楽しんでください。